ミロ美術館は、ジョアン・ミロの作品を主に収めた、バルセロナのムーンジュイックの丘にある現代美術館。個人美術館としては、世界最大であり、バルセロナの人々からは、ミロからの贈り物と呼ばれている。この美術館は、ミロが1968年に構想し、親友のジョアン・プラッツと共に設立したものである。ミロは、芸術家たち、 特に若い世代に現代美術の試みを促すような新しい施設を作りたいと考えていた。また、ミロの友人たちもミロの作品を収めた美術館が故郷にいないことを残念に思っていた。無償で設計を担当したホセルイセルトは誰もが建物にアクセスし干渉ができるよう配慮し、また来館者が建物内を自然に進んで行けるようなかとテラスを。 設けた。屋内は外交を十分に取り入れ、開放的な雰囲気である。ムンジュイックの丘に建てられたミロ美術館は、1975年6月10日に、開館した。初代館長のジョア・キンゴミスは、セルと、同様ミロの親友であり、ミロは、役員の一員となった。ミロ美術館は、美術館という枠組みに対する新しい視点、そして、 バルセロナの人々がいかに自らの文化遺産に触れられるかを体現するものだと宣伝された。庭にある4枚の翼ミロの当初の構想に従い、若い実験芸術家たちの作品をプロモートするため、エスパイ13という名の部屋が建物内に作られている。建物は1986年に増築され、行動と図書館が加わった。ミロ美術館は単に、 ミロの作品を所蔵、展示するにとどまらず、現代芸術活動のセンターともなっている。施設内の多くの作品は、ミロ自身によって寄贈された。初期と晩期の作品が多い。主なものを以下に挙げる。美術館の所蔵品数は1万点を超える。ミロ以外には、ピーター・グリーナウェイエドアルド・チリーダ、ルネ・マグリッド、マーク・ロスコ。 アントニー・タピエス、アントニオ・サウラの作品がある。またアレクサンダー・カルダーの4枚の翼と水銀の泉もある。校舎では泉を作るために液体状の水銀が使われている。水銀は有毒であるため干渉者とガラスで隔てられている。この作品は1937年パリ万博のスペイン館でピカソのゲルニカやミロの カリレジ人と共に展示されていたものである。すなわち、水銀交渉地かつ、スペイン内戦の激戦地となっていたアルマデンを暗示した作品であり、共和派のシンボルとみなされた。この美術館は、作品に関する格言語のウィキペディア記事を鑑賞者が読めるよう、QR ペディアを使用している。ありがとうございます。